気配や存在感までは消せない。隙あり。実は私でした。参りました。そんな私を騙そうなんて10年早いなんて言ったら怒っちゃうタイプかな。言ってることは的確だと思う。ちゃんと実践に生かしてくよ。私はさ、ついこの間仕事から帰ってみたらチームが全滅なんて体験したからね。あんな風に言ってたのもみんなのためを思って。なんだチェルシーも結構甘いじゃないか。あ、今度入浴してる時に侵入してきたら切り落とすから覚悟してね。隊長、どうかされましたか。つい人が多いと辰巳を探してしまう。困りましたね。能力はあってもゲスかと思っていましたが。この胸騒ぎは何だ。辰巳との再会が近いのか、それとも奴らとの決着の時が近づいているのか、あるいはまた別の何かか。逃げろ。久しぶりのデートだ。楽しませてもらうぜ。